この車普通の車、その辺の車とちょっと違う仕様、ギミックがございまして、給油口ですね。給油口の開け方が、普通の車は車内から、運転席の隅っこ、一番下、隅っことかになんかこう、レバーがあって、それを、まあ、引くとかなんかすると、パコンって給油口が開くのが一般的なのかと思うんですけども、またはダッシュボードとかボタンがとかね、こことかね、うん、なんですけども、実はこの車、車内に給油口を開ける、スイッチ類はございません。レバー類はございません。じゃあどうやって開けるかっていうと、外に出て、給油口の蓋、リットっていうんですかね、あの蓋、あのですね、フュエルリットっていうかな、給油口の蓋ね、あれをプッシュします。手でプッシュポンって押すと、開きます。プッシュプルですね。押すと中から給油口のキャップが出てきますね。で給油し終わったら、その蓋をまたポンって押し込むと、ガチャッと入って閉まります。そういう仕様であります。でこれの問題点は、第三者が外から開けるにということなんですよね。例えばこうやって今、鍵が開いている、鍵ですね、施錠されている、あ、鍵が解錠されている状態で、本人でなくても、第三者的な人が、その給油口を押すと蓋が開きます。開いて、給油することもできます。それが結構防犯上危険じゃねえかと思うんですけども、どうなんでしょう。なお、施錠、鍵をかけると、鍵をかけた状態でその蓋を触っても、給油口は開きません。ロックされます。だから完全にドアと一緒なんですよね。ドアも鍵がかかってないと、本人も上げれるし、第三者も上げれるし、給油口も上げれるという、そういう仕様となっております。165円、高い165円、安いか、2円引いてか。